関西発ラジオ深夜便、心の時代です。今朝は東洋医学研究家白鍾山さんに、正しい健康法に挑む東西医学の接点を求めてというテーマでお話を聞きます。白さんは昭和24年大阪市生まれです。大阪大学医学部を卒業、国立大阪南病院や大阪大学医学部などで研究を続けた後、中国上海やアメリカの東洋医学センターなどで東洋医学の学術交流を行ってきました。現在大阪豊中市の愛生クリニックで東洋医学の研究を続けています。聞き手は三浦幸義さんです。私どもがですね、普段、健康でありたいとか、健康とは一体どういうことを言うんだろうか、よく考えてみるとなかなかわからない部分があるんですよね。先生にとってその健康体というのはどういうことをおっしゃるんですかね。はい、わかりました。健康といって、みんなその健康という物質が あるかのように錯覚してるんですけれども、私が親友 の医学部、大学医学部教授連中数人にですね、会うたんびに聞くんですよ。おい、健康とは何やろな言うたら、その専門医学の大家がですね、各々意見が違うんですよ。これは健康とは社会の統計で、大多数が健康であれば少数を病気だとするとか、あるいは痛いとか、それからしんどいとかいう症状がないのが健康であるとか、もうさまざまな意見が出るわけなんです。でそういうことで、私自身は人間ドック行った後で数字がいいのに、翌日亡くなったとか、あるいは年を取って必ず死ぬ人間がですね、死ぬ前にみんな健康だろうか、そういうことで健康という定義を別に考えてるんです。また後ほど東洋医学思想で説明しますけれども、その東洋医学ですけれども、先生がその東洋医学に興味を持たれたというのは何か理由があったんですか。西洋医学の内科でですね、特に循環器内科言いまして、力学的な医学ですね、循環器は、それは非常に発達したわけで、田舎で人工ペースメーカーも一人で、埋めたりしたこともありますが、内科の循環器をやってる限りは満足感があるんですが、消化器内科であるとか腎臓とか膵臓に関しては、その当時全く無力ですし、今でもそのかなり、パンチ力ないですね。そこでその循環器以外の力学的な医学以外はですね、ひょっとしたら東洋医学の漢方の方が、よく効くんじゃないかということで、最初は独学、その後は中国の上海であるとか、それからだいぶしてからはアメリカのサクラメントに呼ばれたりしましたけれども、その当時はなかなか今からもう25年以上も前ですけれども、漢方を入れている病院は少なくてですね、その当時日中友好関係の団体にある病院でですね、漢方を非常にたくさん実践経験しましたけれども、根本的に西洋医学と違う点というとどういうことが挙げられます。私はその東洋医学と西洋医学の違いを説明する際に、まずその人間の体をですね、動物の体とですね、植物の体に分けて考えてるんです。で動物の体というのは手足と脳です。東洋医学ではそれを表表と言いますね。人間が四つん這いになった時に、太陽が出るのが動物の体 で、植物の体というのはもう肺も含めた、内臓が全部植物の体というんです。ですから内臓の血の流れとですね、手足脳 の動物の血の流れ、この2つがありまして、内臓の血の流れと動物の血の流れが順調に流れている、その状態を健康だと思うんです。
健康とは状態なんですよ。状態、ええええ、それであれば健康のまま死ねる可能性が出てくるわけですね、うんうん、ですから内臓の血の流れはもちろん順調に行きながら、うん、動物の手足の脳の血の流れを順調に生かすために、はい、抗体現象が起こるわけですよ。動物の血の流れを優位な時、はい、内臓の血の流れが優位な時、はい、これはあたかもですね、太陽と月があるように、うん、昼と夜があるように、はい、それから三浦先生なんかの言葉がですね、うん、動物の言葉、動物の言葉いうのはあそこに何があるという指示言語ですね。ああ、指示言語ね、はいはい、内臓の言葉というのは、うん、悲しい、嬉しい、うん、こういう表出言語ですね、はい、感情の言葉、三浦先生は動物の言葉と植物の内臓の言葉がバランス取れているから私が初対面でですね長寿であろうと、健康だろうと言った、で動物と植物の血の流れが、うん、交互に回る状態が健康であるから、うん、そういうことを言ったわけです、はい、内臓の感情の言葉が、大変うまくミックスされていたし、うんうん、もうはつらつとしてましたからね、長寿であったと、うんうん、長寿に違いないといえば、うん、ご先祖様には長寿らしいなるほど、それは大変ありがたいご診察でございますけれどもね。それで、はい、ちょっとまあ話がややこしいので、一つ一つ説明していきます、はい、内臓の血の流れと動物の血の流れ、はい、例えば肩こり、はい、肩こりというのは内臓の血を守るためにですね、うんうん、体を丸くするわけです、はいはい、体を丸くして、内臓に血を貯めるもんですから、はい、肩の方の血の流れは薄くなると、そういう状態ですね、はい、それから肥満、はい、なぜ人間が肥えたり、うん、なぜ人間が痩せたりするのかもこの動物内臓で考えればわかるんですね、はい、外敵から身を守るためにですね、動物の手足と脳の部分を太くしようというタイプと、うん、はい、それから外敵から身を守るために、うん、手足と脳の部分を細くして身動き取りやすいにしようという反応なんですよね、はいはいはい、これは私が言ってるんじゃなくって、はい、最近 のアメリカのですね、新進医学で言われてることです、はあはあ、こういうものの考え方というのは意外に日本がだんだん少なくなってきて、はあ、アメリカではそのフロイトの弟子のウィリアム・ライヒという心理学者がですね、亡くなってから、うん、その弟子がたくさんそういうのを広めてますね、はあはあ、伝承法的な健康法というのを非常に考えてます、はい、さて次にもう一つ例を、もう 2,3 例を挙げますけれども、自律神経失調症、ああよく聞きますね、これは内臓に血を増やさなければいけないのに、はい、手足が動いてる状態、手足が動いてないけれども手足が動いてる状態、はあ、ですから休んでる時に息切れしたり汗をかいたり、うんうん、これもその内臓の血の流れと手足の動物の血の流れがアンバランスな状態ですね、はいはいはい、で風邪引きというのはですね、うん、動物の手足のにもビールスが入り、はい、内臓にもビールスが入ります、うん、両方を外敵に侵されている状態ですから、うん、汗はかくわ、熱は出るわ、食欲は、内臓の食欲が不振になるわと、うん、こういう状態を表しているわけですね、でもう一つ追加しますと、はい、膠原病ですね、はあはあ、これはリウマチも含む全身の病気ですね、はい、それは外敵に対してですね、はい、動物と内臓が協調して戦わなければいけないのに、うんうん、動物の手足脳の血の流れと、はい、内臓の血の流れがクーデーターを起こすわけですね、味方同士で、はあはあはあ、ですからその血の流れの不配合が起こりまして、関節に血の流れが少なければ炎症が慢性炎症が起こり、うん、リウマチになったり、はい、それから心臓の血を取り合いをしてですね、はい、リウマチ性心筋炎とか、うん、それから全身のその臓器に来て、うん、SLE システム、ループスエリテマドーズ広汎性労組ですか、はあ、そういろんな難病があるわけですね、はあはい、以上でまあ大体の私 の, その東洋医学的な
健康の概念を分かっていただけたと思うんですが、でその健康の概念ですけれどもね、そういうことであるとするならば、それをその維持するためにはどういうことをすればいいわけでしょう。はいはい、内臓の血の流れを整えるのにですね、漢方薬がやはり有効ですね。はい、5000年以上にわたるですね、中国民族の、まあ、こういう言葉言っちゃなんですが、生体実験なんですよね。はあはあはあ、だから漢方薬の診断と治療が確立するまでおそらく何千万人の、死亡者が出てると思うんですね。はあはあ、その経過においてですね、で現在アメリカの新薬、西洋の新薬でも、はい、生体実験は許されてはいないですけど、動物実験もこれ動物の生体実験ですけれども、やはり薬に伝統があるものが、有効とされてきてますね。はあ、そこで、漢方の診断と治療なんですけれども、まずその診断学においてですね、内臓をですね、肝心胃肺腎と分けます。はい、で肝心胃肺腎 のどちらか の臓器に、血が溜まっておったり、肝臓に血がようけ溜まっておって、胃腸に血が少ないであるとか、心臓にようけ血が溜まっていて、腎臓に血が少ないとか、そういう何種類もの組み合わせで、診断するわけです。はいはい、例えば川の流れにですね、川の上流に絵の具を5つ入れますわね。はい、その絵の具が下流で どういうふうな色合いになってるかという、はあ、それだけ、難しい学問なんです、実は。はあはあはあ、ところが患者さんになかなかその学問の説明ができないと、東洋医学者も努力してそういう学問はしてるわけなんですが、これを陰陽五行哲学、陰陽五行弁証法と言いますが、その本もなかなか中国の本でも解明するのが難しいんですわ。実を言うと東洋医学の聖書、聖典とされている、皇帝大経という本がありますが、皇帝大経運気論七編、運気論七編がもう1500年前に紛失してるわけですね。でそれはどこへ行ったかということで、私が何十冊もの本を調べましたところ、明の皇武帝大祖の時代の総理大臣の劉白雲という、医者であり総理大臣である、人物がですね、滴天髄、いわゆる一滴二滴の滴と空の天と、それから骨髄の髄、滴天髄という陰陽五行哲学の本を出してるわけなんですね。はあはあ、そこにその皇帝大経運気論の、流れの、哲学が全部載ってるわけなんです。はあはあ、ところが実は今それが風水であるとか、方位であるとか、あるいは四柱推命であるとかいう占いに化けているわけです。実はその滴天髄という本は東洋医学の原点だと、このように思ってますが、そこでですね、この流れの診断ですけれども、例えば滴天髄に、項目3点、脱退用か、春風用金、秋風用土、木多土法とかいう言葉がありまして、木多土法、木である肝臓の血のたまりが多すぎて、土法、土の胃の血の流れが少ない場合に、項目3点、いわゆる、気をですね、気のエネルギーを、脱退用か、これは火のエネルギーに変えなければいけない。はあ、肝臓の血が濁って溜まっている時には、火である心臓の薬に流せと、で心臓の薬に流せば胃まで行くと、木か土と行くと、だから肝臓の漢方、肝臓が悪いと言ってるにもかかわらず、東洋医学者は心臓にも使う、三黄写真であるとか、黄連解毒を出すわけです。そういうふうにその病名で薬を出すもんじゃないから、
この前心臓の薬出したのに、今日は肝臓の薬と一緒じゃないかと、こういうことになっちゃうわけです、ね。だからこういうラジオとかテレビで説明できないんですよ、うん、僕はやっとこさね、絵の具とか滴天髄持ち出して話したわけでね、それとまあその漢方の説明の最後ですけれども、うんうん、なぜ漢方が効くか、これはもう、うんうん、あのなぜ我々東洋人が主食が米であるのか、そういう話に尽きるんです。玄米健康法ってありますけれども、玄米がそれほど良ければ、うん、東洋人みんな玄米食えばいいんですよ、はいはいはい、なぜ玄米広まらないか、うん、これは玄米は、うん、東洋医学思想で言うならば、うん、熱虚症と言いまして、はい、暑がりで下痢気味の人、うん、まあ大げさに言えばですよ、はいはい、暑がりで下痢気味の人に効く寒実、冷やして気を作るという作用がありますから、ええ、玄米は冷え性の人にはダメなんです。だから東洋哲学というのは、うん、あの体験論経験論でありまして、主食の米は中性食なんですよ、はあはあ、だから中性食であるから皆さんが、うん、あのまんべんなく服用できるわけですね、うん、あと玄米というのは、聞く人とそうでない人がいるということですね、ですから熱虚の人には大変よろしいわけで、玄米生食をやってる方は熱虚の人に行ってほしいと、うん、玄米生食の、うん、明治から大正昭和の先生方も立派な人がたくさんおりますのでね、はい、ただこの頃玄米は有機磷がね、はい、胚芽に入ってる可能性もありますので、それを注意してください、うん、はい、なるほどね、うん、さて次にその内臓の静脈ポンプですね、さあ内臓にポンプがあるだなんて誰も思わないと思うんですが、あの例えば動物の手足と脳 の、 あのポンプはですね、心臓はあのポンプの3分の1しか働かないんですね。心臓が普通ポンプだと思ってますけれども、あれは出すだけです、はあはあ、あれは出すだけですわね、はいはい、だってその毛細管まで送ってですよ、そこを戻す力あるはずないですわね、はあ、そんな大きなものでもないですよね。そうですそうです、出すだけでしてね、戻すのは静脈ですからね、はい、戻すポンプはな、三浦先生どう思われます、戻すポンプ。私今まで心臓だとばかり思ってました、手足を動かすとかその通りです、その通りです、はあ、運動ですか。そうですそうです、手足の運動、まあ、動物の脳と手足に対しての健康法は、うん、よく手足を動かせということですね、で脳にはポンプがないですね。あ、そういうことですか、だから脳のポンプは人間が直立していることがポンプになるわけです。静脈が下へ落ちるから、あ、立っていることが、立っていることがポンプなんです。はあ、はあ、立っていることがいいこと、立っていることはポンプでいいわけです、だから寝るときに世界中の民族は枕使うんですよ、うんうん、あ、少し上げるわけです、少し上げないと、はあはあ、まあ、枕なしで寝る人もおりますが、それはそれで慣れるわけですよね、それはまあ今言いましたのは動物の手足と脳のポンプの話ですが、内臓のポンプはですね、ヒントはですね、四足獣、まあ動物、獣はですね、尾っぽがありますわね、尻尾、尾っぽは実はあの内臓を支えている役目なんですね。肛門から関心、胃肺腎全部支えてるわけですね、はあはあ、で尾っぽというのが実はあの四足獣ではポンプの働きをしてるわけです、うんうん、静脈ポンプの、はい、で内臓の静脈ポンプです、尾っぽが、はあ、だから犬なんかこう感情表現しますね、尾っぽで、振りますね、あれは内臓の血の巡りをこう良くして、動いてるから、尾っぽが動いてるわけです、はいはいはい、その感情の範囲、内臓が感情ですから、はい、感情の範囲を尾っぽで表してるわけね、で人間の場合は、あの尾っぽがなくなっちゃって、はい、それがどこに行ったかと言いますと、これ実は、骨盤内筋肉なんです。骨盤内筋肉、これが背骨の前面からですね、はい、骨盤を通って股関節の大天使まで、
連なっている非常に大きくて長い筋肉なんです。はあ、牛のヘレ肉、ヒレ肉とか言いませんかね。言いますね。はい。その骨盤内筋肉をその腸腰筋あるいは大腰筋というんですけども、これがあの内臓の血の流れのポンプの役割を果たしているわけです。ほう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 。それでそれを鍛える健康法が、内臓を良くして、しかも手足とつないでいるから、健康法は骨盤内筋肉と関係しなければいけないと私は思っています。例えばどういうことをすればよろしいんですか。これを鍛える方法っていうのはなかなか難しいんですよ。あのなかなか自分で意識して、手とか足とかのように意識して鍛えることができないわけです。そのために、アメリカの新進医学は戦後ですね、相当あの悪戦苦闘中です。例えば、あのウィリアム・ライヒ以降の新進医学では、フェルデン・クライスとかアレキサンダー・ローエンテクニックとか、まあ、たくさんあるんですけれども、例えばあのフェルデン・クライスというのは、あの、まあ、ドイツ人が、まあ、アメリカの新進医学を学んでですね、意識しながら骨盤をゆっくりとねじったり、することによって、自分の意識を無意識の骨盤内筋肉を操作できるまで、ゆっくりゆっくりその骨盤のねじり運動をして、骨盤内筋肉を鍛えたわけですね。それによって内臓疾患まで治したと。それからあのアレキサンダー・ローエンテクニックというのは、あの仰向けじゃなくって弓なりになりまして、弓なりになった状態で、ヨガの火の呼吸という、いわゆる感情を放出するエネルギーを出しましてですね、あの感情とその弓なりで伸ばした骨盤内筋肉と一致させることによって、あのリラックスさせる方法をとってますね。あと東洋医学的とか、あるいは我々のですね、昔からこういうことをすれば体にいいよとか、そういうものの中にもあるわけでしょう。あります、あります、それはもうたくさんあの宝があるんですよ。かつてその双葉山のビデオを見たんですが、あの土俵でその水平に滑るように、あの相撲を取っていましたね。そしてその手足の動きがほとんどないままにですね、相手倒してました。あれは双葉山が、ほとんど骨盤内筋肉だけでですね、相手を倒していた証拠なんです。腰の中の筋肉の揺らしことによって、で骨盤内筋肉いうのは足についてますから、地面の力を背骨を通ってそのまま手足まで持っていけるわけですね。だから、双葉山のビデオを見た時にですね、最近の相撲見る気がしなくなっちゃいまして、だいぶ前ですか、もう20年ぐらい前に僕は、スポーツ関係者に行ったんですよ。今のままの相撲じゃ、外人横綱ばかりになるぞと、ちょうどあの予想通りになりましたね。日本の武道というか、あのすり足とかいいんですか。そうです、そうです、おっしゃる通りです。だからあの四股、四股なんかもその、骨盤内筋肉鍛えますし、それから歩き方でもですね、江戸時代は確かその手と足を一緒に出していた時期があったらしいですね。順歩言うんですかね、右足と右手が一緒に出るんですか。それはあの足を振る中心がですね、背骨の上部に来るわけですから、背骨の上部からあの足を振り出すことになりますんで、あの骨盤内筋肉を使う歩き方になるわけです。ですから、そんなに力がなく、しかも足腰が鍛えられるという歩き方なんですね。それからまだまだありますね。子供の夜泣き観音虫の時にですね、古代神道では、神社の鳥居の周りをですね、八の字に歩かしたという治療法があるんです。八の字、いわゆるメビウスの形で歩かしますとですね、あの骨盤内筋肉が働くんです、それによってあの内臓の血が流れが良くなりまして、
子供の感情が落ち着きまして夜泣き観音虫が治る。実際そうですよ。それは神の力じゃなくて。そうじゃ、神の力じゃない。お百度を踏むなんてことも最高ですね。最高ですね。よくその、歩行健康法と言いますけれども、あれ家の中でやっちゃダメなんですね。機械的な歩き方でしたら、骨盤内筋肉 はすぐ慣れを起こすわけですね、はい、でジグザグ道とか山道とか、あるいは目的を持って動きますと、脳の中 の錐体回路という、いわゆるその鳥が集団でその綺麗な動き取りますわね、その時に錐体回路というのが働きまして、微調整する動きをそのジグザグに調整する機能働きのことですね。でそのいろんなお百度参りでいろんな道を歩くことによって脳が働くわけですね。で脳が働きながらいろんなお百度参りで足がいろんな方向に動くことで骨盤の筋肉が鍛えられるわけです。それとガンをかけられた人よりもガンをかけた人の方がそうなんですよ、いい結果が出るという。そうなんです。はあ、人のためにすることが自分の体のためになってるわけですね、しかも心のためになるわけです。情けは人のためならずという言葉がありますけれどもねえ、あの回り回って自分に返ってくるからということにもなるわけですね、まさしく東洋医学思想ですね、あの弁証法です。相手にしたことが自分に返ってくるということですね。まあ、先生はそういうことでですね、いわゆるその健康道場というのがたくさんありますよね、そういったところを歩かれているという、はい、そうですことですね、それはまたどういうわけで、あの医学というのは東洋であれ、西洋であれ、あの人間の状態をマイナスからゼロまでに持ってきますけれども、ゼロからプラスにね、ゼロからプラスの医学はないものかと、はい、いうことで、東洋医学西洋医学以外にないものかということで、健康道場を、まあ、道場破りじゃないんですけど、すぐ仲良くなっちゃいますんで、原稿を書いたりしまして、はい、すぐ仲良くなっちゃうんですが、プラスの医学を目指してるんです。でそしてそのプラスの医学を目指すためにですね、いろんな宗教にこだわらず、はい、あらゆるあの修行も体験しております。この二十数年以上前からやってますが、具体的にはどういうことをなさってこられました？例えば氷点下における滝行ですね。大丈夫ですか？あれはね、骨盤内筋肉をしっかりと鍛えてですね、内臓をあの血を閉ざさないためにですね、一生懸命お経をあげれば、どなたでもできますが、まずその体を整えることをしなければ、一般の方にはお勧めしません。なるほど、いきなり行ってというわけにはいかないということですね。他にはもう、クンダリニヨガ、いわゆる、まあ、ある宗教団体がやってるヨガなんていうのはもう30年前からしてます、はいはい、それの長所欠点もみんな知ってますし、はいはいはい、太極拳、はい、それから気功法、気功法も、まあ、内臓の十二経絡を刺激する気功法、ガビ十二章気功法とかも一応やっておりました、それから精神面では、まあ、正座をしてですね、1ヶ月以上目隠しをして、親孝行をしたかしないかという、あの内観道場になりますわね、あれもその心の弁証法でして、親にしてもらったことを、1日以上反省するわけですね、そうすると、まあ、僕はその内観道場で食ってかかったんですけれどもね、親に愛情があるのかないのかということを言いましたら、博先生、親は子供のために唯一死ねるじゃないですかと、愛の中で最高じゃないですかと、しかし子供は親から自立するためには親を憎む、ざるを得ないというこの弁証法的な考えを勉強しましたね。まあ、だから心の面から入っても、まあ内臓が落ち着きますので、健康法になるということでね、そういう経験もしましたけれどもね、でマイナスからプラスへなぜね、
考えていったかというと、はい、これはもう若い頃から、うん、人間がですね、はい、動物や食物のように枯れるように死ねない動物なのでね、はい、それを感じたためですね。やはりなかなか健康なままで亡くなるというのは難しい。ズバリ言いましょう、ほとんどないです。健康のまま死ぬ人はほとんどないです。まず医者にかかった時点でまな板の恋ですね。それから死人に口なし、私勇気を持ってそれ断言します、うんうん、で、楽に死なれた方、まあ、記憶に思い出せばですね、昔、まあ、20年以上前はですね、脳内出血した場合に、はい、まあ、植物人間になるという可能性があった時には、うんうん、家族がですね、はい、もう先生治療しちゃんといてくれと、うん、もう植物人間は嫌だという時に、一切の治療をやめて、検査もやめて、放置して横で見ていたことがあるんですが、その脳の出血がですね、脳幹毛様体、いわゆる生命の中枢部分の脳に行くまで待っていたわけです。それを観察していたわけなんですが、非常に徐々に徐々にですね、心臓とか内臓の動きが落ちていって、亡くなられた時のお顔はですね、本当にすっきりしたお顔でして、家族親戚一同感謝されましたね。それともう一つは、はい、ずばり老人ボケの方ですね、老人ボケでお漏らしとかいろいろする人なんですが、ある日もう点滴嫌だ、治療してくれなと暴れましたんで、あまりにも暴れるんで、私がそれ何も治療せずに置いときました。まあ、20数年前は病院も良かったんですけどね、いろんな治療ができてそうするとですね、だん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 痩せてはいくんですけれども、昔の楽しい記憶が出てニコ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 するんですよ、痩せながらでもね。でところが家族はまあみんなバカにしたりするんですけれども、うんうんうん、最後は老人ボケで栄養失調で、亡くなる前ですね、先生ありがとうと言ってね、亡くなられた患者がおりまして、はあ、これも一つのね、うん、健康で死んだ即身成仏のあり方だと思います、はあ、だから老人ボケも自然の摂理じゃないかと思ってんですけども、はあ、ただその分かりませんからね、ボケた方がね、のしのしどうだったかというのはね、で自然に食欲が落ちるわけです、はいはいはい、自然に食欲が落ちて自然に動物の体の手足の方が衰えるわけですから、うん、非常に枯れたように亡くなられたんですね、うん、でもう反対にですね、はい、ある有名なその20数年前ですか、荒行で有名なお坊さんがですね、がんになられまして、転院をしましてですね、動物の体と内臓の体に両方転移したもんですから、苦しいやら痛いやらで、ね、のたうち回っておりまして、はい、その当時信者さんを1000人以上抱えておられましてですね、信者さんには即身成仏と言ってくれと、うん、ところが私と密室で、対峙しますと、本当にもうこんなに苦しいもんだとは知らなかった、うんうん、ありとあらゆる修行なさった有名な坊さんでしたので、荒行坊主と言われた人が手を組んでお経をあげようとするんですが、はい、痛くてできないから、はい、先生モルヒネ打ってくれと、うんうん、で、モルヒネを打ってあげましたら本当に感謝されまして、うん、それでまた信者さんが待機してますもんですから、一生懸命修行なさいました、はあはあ、もうその姿にも私は感動を受けましたけれども、人間ってそんなに強くないと思います、はい、うん、どれほど修行しようが、はい、痛いものは痛い、苦しいものは苦しい、うん、ですから動物の体が苦しむ、動物の手足と脳が苦しむときは、うん、鎮痛剤を使用し、うん、内臓の血の流れが悪くなって苦しむときは、漢方あるいは断食、あるいは抗戦によって少しでも流れを良くしてやって、うん、臨時を待ってあげるのが、うん、
いいんじゃないかと私は考えております、うんね、まさにその東洋医学と西洋医学の良さを、うまく使っていくということなんでしょうかね、はいはい、まあ、例えが簡単で悪いんですが、人間の体をあの風船玉に例えますね、はい、風船玉に例えた場合に、健康であるということは風船玉の袋と中の空気が、はい、適切な弾力でいくということですね、で健康な死に方というのは風船玉の空気が抜けて、はい、同時にあの風船玉の皮もあの同時に縮んでいくと、はあはあ、そして点になって、なくなっていくと、うん、ところが20世紀の現在の医学のままですと、はい、風船玉の皮に、まあ、西洋医学で継ぎはぎをします、うん、そして、東洋医学もですね、あの空気を入れることは入れるんですが、はい、あの西洋医学と東洋医学のバランスをまだ取れない状態ですわね、はあはあはあ、しかもあの入院しましたら、まあ、西洋医学いうても今米国医学ですから、あの体を物に例えるあれですから、あの風船玉の継ぎはぎにこうあの滑らかにする技術が、まだまだ少ないもんですから、はい、例えば臓器移植でも、臓器移植も大変な技術ですし、はい、立派な医学なんですが、臓器移植した後継ぎはぎを滑らかにするために、免疫抑制剤っていうのは使いますね、はいはいはい、その治療技術がまだまだ未完成ですので、現在臓器移植の方の後が大変ですわね、で内科の先生方の免疫の努力というのは、外科の先生の努力以上のものがあると思ってますが、その継ぎはぎを滑らかにしながら、空気を徐々に、流しながら抜いていくと、自然に抜けていくと、そういう医学でありたいと思います。まあ、ところが、まあ、古代の、日本の歴史上盆山でおりますわね、その健康のまま死ぬことに挑んだのが、まあ、空海と、はい、日蓮聖人ですね、空海なんかはですね、もう五穀を断って断食をしながらですね、自分が死ぬ時期を見つけて、お経をあげましたですね、お経をあげて、真言密教のお経をあげながら断食して、健康のまま死んだと僕は思うんです、それはなぜかというと、正座することによってですね、骨盤内筋肉の刺激が与えられますから、断食して血の流れがだんだん消退していきながらでも、その内臓の血の巡りを回しながら、お経をあげることによって、脳内モルヒネの代わりしますわね。はあ、それともう一方、日蓮宗の日蓮聖人はですね、自分の死ぬ時期を見つけて、馬に乗ってですね、身延さんおりましたですね、馬に寄られるということはですね、骨盤内筋肉を刺激しますから、その当時の日蓮聖人さんは下痢、文献読みましたら下痢だらけですけれども、ものすごく元気でいらっしゃるわけよね、下痢して内臓の血がどんどんね、流れが悪くなって、流れが悪いんじゃなくって、招待してる時に馬に揺られながら少なくゆっくりでも血を巡らしていく、そして体の手足の方は、お題目の脳内モルヒネと、手足を使って遺言をどんどん書いていったと。で、日蓮聖人の最後のその遺言が、馬にお世話になったと。馬さんが神様になってますね、馬というのは非常に暗示的ですわね、おっぽがついて、臨終の時にもですね、骨盤内筋肉を活性化したらどうかと、そういうことだと思うんですがね、と先生、その、日蓮にしましてもね、空海にしましてもね、優れた人ですよね、我々凡人がね、そういうふうにこう死んでいくためには日頃何をしたらいいんですか。私はね、まだ私も自信ないんですよ、もう強烈な業もしたんですがね、やはり私でしたら、病気の種類によってはね、モルヒネを打ってもらいます、
ただ内臓の血の流れに関しましては、はい、食べれる間はあの血の流れを良くする漢方を服用します。たとえその食事が取れなくても、内臓の血の流れを良くする、はい、回すことが健康の死につながるわけですから、でもしそれができなくなった状態、もちろん痩せていっても結構なんです、はい、流れですからね、流れを回転ささずに渦が消滅していくわけですから、場合が現在その太陽光線という、はい、治療法がありまして、これはですね、色によってですね、内臓の血を増やすパターンが分かれていくんですよ。肝臓に効く太陽光線の色は何かとか、はい、腎臓に効く太陽光線の色は何か、はい、今研究中です、これがまあ数年以内に僕は整理した時点でですね、まず私に応用してみようと思ってんですが、確かに植物などがですね、日が当たる当たらないでは随分成長、色合いも違いますよね、そういうことと相通じるものってあるんですか？ありますあります、はあ、それはアメリカとインドで研究が活発ですね、はあはあ、細胞の酵素がですね、はい、太陽光線のいろんな色調で色が変わると、はい、で活性度も変わるという実験が、行われつつあります、はあ、だから21世紀の医学はですね、はい、健康医学でなければいけない、はい、東洋医学西洋医学も、どんどん発達していきますけれども、健康医学のために、私はその人間の中心である、動物のおっぽ、はい、骨盤内筋肉を鍛えることと、漢方の代わりをする、はい、太陽光線治療に、挑まなければいけないし、おそらくまた人間の考えていることはみんな同時因果ですから、世界中で出てくると思いますけれども、差し当たって日頃その、骨盤内筋肉を鍛えるための、まあ、簡単といってはまた声がありますけれども、なんかあります？これ大変な偶然なんですが、はい、三浦先生が、お酒と、何でしたかですね、お酒と、歌ですね、歌うことですね、長歌を歌うとか、酒の道主導に昔からあるんだそうですけれどもね、これね、私本当にこれ同時因果だと思ってるんですが、最高ですねそれは。お酒というのは内臓の血を巡りを良くするんですよ、はいはいはい、まあ、もちろん飲みすぎはいかんですけれどもね、はいはい、血管拡張させますから、それで長唄というのは息を長く吐く、はい、これは副交感神経、内臓の血をまた増やしまして、横隔膜筋肉を発達させますよね、はい、実は人間はエラの筋肉がなくて、息をするときは横隔膜筋肉なんですが、横隔膜を動かす裏のボス、これが骨盤内筋肉なんです。はあはあはあ、人間生まれたときにおぎゃーというときに、あれ横隔膜動いてるんじゃないんですよ。骨盤内筋肉が動いて、弓なりになってるわけですね、はあはあはあ、だからそのよく東洋医学生態なんかでその体の意外に言いますけども、あれは生まれた瞬間に決まっちゃってるわけなんですね、はあはあ、まあそういうことで、三浦先生のやられている、お酒と長唄、長唄じゃないカラオケぐらいですけどねぜひ21世紀には科学的にですね、はあ、広めてほしいと思います、はあ、そうですか。でもあんまり一生懸命なって飲みすぎちゃいけません。いやいや、だって三浦先生がお手本です。僕も若く見えるんですが、三浦先生も年齢不詳です。いや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 、ぜひそうありたいんですけれどもね、いやいや、今日本当にありがとうございました。いえいえ、とてもお招きいただいてありがとうございました。正しい健康法に挑む東西医学の接点を求めて、大阪豊中市にあります愛生クリニックの東洋医学研究家白昇山さんに聞きました。聞き手は三浦幸義さんでした。